動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回は埼玉を飛び出してストーリー町田店さんにやってきております。こちら超素敵な席にご案内していただきまして、こちらランチビュッフェ2時間制平日2530円、週末2830円、税抜きのこちらのランチビュッフェをいただきたいと思います。そしておしゃれなランチのドリンクなどもあります。こちらのおしゃれなシャンパンやワインたちが合うメニューを後ほど紹介します。そして紅茶を席まで入れに来てくれます。ということでビュッフェメニューを見ていきましょう。まずはこちら町田の地元野菜を使ったサラダコーナー、そしてドレッシングのトッピングも豊富で野菜を堪能できちゃいます。でこちらがメインのメニュー、すごいちょっともう人気すぎて減っております、すいません。で他のお店のビュッフェではなかなか見ないようなラインナップたち、おしゃれ、もうその一言につきます。そして町田で有名な小笠原ベイクのパンも楽しめて、いちごのスイーツがたっぷりです。そしてこちらのメニューはいちごと春の彩りビュッフェということで、4月の30日まで行われています。ドリンクバーもついております。ということで1周目持ってきました。すごい彩り鮮やかで、なんとキヌア、スーパーフードのキヌアまで食べ放題に含まれております。そしてメインの料理たち、お肉、そしてターメリックライスにグリーンカレーなどなど、そしてめちゃくちゃ混雑してたので、取れる時にも早めにデザート持ってまいりました。そして飲み物はベリーウーロンというベリーおしゃれな飲み物を持ってきました。それではいただきます。で野菜からいただくんですけど もう彩りの鮮やかさが過ぎます。この野菜たちなんですけども非常にうまい、もう地元の町田産フレッシュ野菜を使用しているということなんで、本当にもう超新鮮でシャッキシャキです。でまたあのセルバチコやスイスチャードっていうなんかすごいあまり見ない野菜たちも使われているのがすごい嬉しい。でセルバチコっていう野菜はなんかルッコラの味に結構似てて、個人的にとても好きでした。美味しかったです。ちなみにドレッシングはうまみドレッシングっていうものをかけました。でこちらがチャンドラさんのグリーンカレーという、チャンドラさんが作ったと思われるグリーンカレーです。で癖が全然なくて、すごいなんかあのターメリックライスとも相性抜群です。子供でも食べれそうなぐらい癖が全くなかったです。で鶏もも肉のバスク煮込み、こちらも非常に美味しい。もう鶏もも肉がなんかすっごいもうふわふわ、そしてしっとりしていて非常に美味しい。でこちらもターメリックライスに激合います。でこちらが桜エビのクリームパスタ、桜エビがふんだんに使われております。で桜エビの香りがこうふわっと噛みしめると鼻から香って春っぽさを感じるといったクリームパスタでした。うましでした。でこちら紅茶席まで店員さんが入れに来てくれます。で結構な頻度で店員さんが来てくれるんで、紅茶飲みたい方いっぱい飲めちゃいます。そしてこちらハッシュドビーフではなく、ハッシュドビーフ&ポークというダブル使い、お肉のダブル使いで、お肉がゴロッゴロ入ってて、うまみがもうスープに溢れ出ているといったハッシュドビーフ&ポークで、メイン系はほんと全部抜群にターメリックライスと合いますっていう感じで、あっという間に完食です。でデザートタイム、早すぎるデザートタイムに突入します。でマシュマロルージュという、ちょっともうなんか口紅かなっていうおしゃれな名前のマシュマロ、こちらなんですけども、ホロホロ感のあるなんか今までにない食感のマシュマロで、めちゃくちゃ美味しくてすごい好きでした。紅茶にもとても合います。でこちらがアールグレイパウンドケーキ、コロンとしてますけども、こちらいただきます。でパウンドケーキって結構パサつきがちなんですけども、想像以上のしっとり感で、紅茶の香りもふわっとも香って非常に美味しかったです。でこちらがオレンジシブーストオレンジブーストみたいな感じに読めちゃいますけども、こちらなんですが、オレンジがこうふわっと爽やかに香って、甘さは結構ガツンとしっかりあるといった感じでした。で次がホワイトチョコのブラウニー、いちごルージュソースがけというおしゃれな名前のメニューです。いちごと一緒に食べると、このホワイトチョコの甘さとこの酸味が絶妙に合います。一番楽しみにしてたいちごのルビーティラミスというティラミス、こちらもすっごいも美味しくて、いちごの甘酸っぱさとコーヒーの
ほろ苦さが絶妙で美味しいです。リピート確定の美味しさでした。ということで完食です。2週目 もう野菜が本当に美味しすぎて大量に再び持ってきました。でおしゃれなメニューたち、こんななんかおしゃれなビュッフェメニュー今まで見たことない。すごい高級なホテルビュッフェに行ったら出てきそうなメニューたちで、カリフラワースープというなんか人生で初めてのものを飲んでみたんですけども、ほんとクリーミーでものすごいカリフラワーの味をしっかりと感じることのできるスープでした。カリフラワー苦手な人は無理かなっていうぐらいカリフラワーでした。でお客さんの9割は女性の方で、女子会されてる方がほとんどかなっていう印象でした。でオープンの時間に予約してたんですけど もうその時点でもすでに激混みで、僕が受付している間にもうビュッフェ台に大勢の方がいらっしゃいました。なのですごい行かれる際は土日は特に予約することがもうマストなのかなと、おすすめというよりかはマストかなと思いました。そしてお次がブリュレパンプディングという噛みそうなメニューの名前、はい、でデザートじゃないところにあったんでちょっとしょっぱい系かなって思ったら、すごい甘くて固めのプリンといった感じで美味しかったです。デザートですね。でこちらドライクランベリーとクリームチーズのビスケットって書いてたはずです。でちょっと洋酒っぽい味もして、なんか甘さも控えめで、なんかワインとかシャンパンと一緒に食べたらすごい合うんだろうなっていう味わいでした。シャンパンもワインも飲まないんですけど、はい。でオリエンタルパンプキンサラダというメニュー、なんかすごいかぼちゃがガツンでくるのかなって思ったら、カレーが思いのほか前に出てきて驚く味でした。でもすごい美味しかったです。で次がビーツのムース、こちらなんか赤いムース、このビーツのムースなんですけども、全然癖がなくて、こちらもなんかほんとフレッシュ、もうひたすら野菜系はフレッシュ、もう新鮮な味わいで、なんかこれも誰でも食べれそうなぐらい癖なくて美味しかったです。でタコス、もうタコスまであります。タコスのイメージといえばもう僕の中ではこのドンタコスなイメージなんですけども、こんなおしゃれなタコスまであって、すごいこちらも美味しかったです。で黒毛和牛のリュットっていうちょっと初めて聞く名前なんですが、クリームチーズのような舌触りで鼻から牛の風味が抜けてくる、すごいなんか大人なおしゃれな味わい、こちらも多分ワイン、スパークリングワインとかに合うのかなっていう味わいでした。でこのマリネは思った以上に酸味が強めなんで、酢の物好きな人はとても好きかなと思います。ちょっと男性には結構酸っぱすぎるかなっていう、僕はちょっと酸味が強いなって感じました。はい。で好きなものとまだ食べてないものを持ってきました。でビュッフェのメニューはかなりなんか女性が好きなものが多いのかなという印象を受けまして、でそのメニューは日によったり、あとは季節によって結構変わったりはするそうなんですけども、この日行った限りでは小さいお子さんが食べれるようなものは少ないと思うんで、お子さんと行く際はちょっと食べるものをどうしようか考慮して行かれるのがいいかなと思います。なんか事前に何か食べれるものがない場合は食べて行かれるのがいいかなと思います。で小笠原ベイクのパンはリベイクなしでもしっとり風味も抜群に美味しかったんで、買いたてまたリベイクしたら最強に美味しいかなと思いました。でこのフレンチトーストなんですけども、ものすごいでかいです。でも中までしみしみかつふわふわ感もあって、甘さも甘すぎず、こちらちょうどよく美味しいフレンチトーストといった感じでした。で食べ応えはもう抜群のフレンチトーストなんで、お腹いっぱいにならないように食べるタイミング気をつけてください。で最後のデザート、結構もりもり持ってまいりました。あとはアイスコーヒーで、今回ストーリーさん初めて行ったんですけども、本当に料理も超美味しいし、店内の雰囲気もいいし、店員さんの接客も本当に素敵で、もう大満足の内容で、なんかまた行きたいなって思いました。で野菜が特に本当新鮮で、なんかなかなか他のお店では見かけないような珍しいものもあったりと、そこも個人的には嬉しいです。
ポイントでした。ちょっと僕のチャンネル埼玉の方が多いかなって思うんですけども、町田方面に行くことがある際はぜひひとりさんで新鮮野菜とおしゃれな料理たち食べに行ってみてほしいです。ということで、私食べ放題やデカ盛りなど皆さんが旅に行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていくので、新鮮野菜が食べたくなった、和牛のリュットって何なんやって気になった方は高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということで、ひとりさんめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。